平野翔の素顔に迫る。プライベートを垣間見る貴重な瞬間。平野翔の家族愛が泣ける。弟との絆、実家への帰省、感動エピソード満載。厳しい自己管理と滝沢秀明社長の鉄腕指導。平野翔は、現在の日本の芸能界において、特に若者たちの間で絶大な人気を誇るアイドルの一人だ。彼の端正なルックスと誠実な人柄、 そして何よりも彼が見せるプロ意識は、多くのファンを魅了し続けている。しかし、その魅力の裏には、芸能人としての厳しい現実が常に彼を取り巻いている。特に、メディアやパパラッチによる過剰な追跡、そしてファンの期待に応えるための自己管理のプレッシャーは、時としてその人気者たちを大きな負担に感じさせるだろう。平野翔もまた、その例外ではない。最近では、 彼が大型連休中に名古屋に帰郷し、友人の結婚式に出席したという情報が話題になった。しかし、この情報が真実であろうが噂であろうが、ファンの間では様々な憶測が飛び交い、その動向を追うことが一部のファンの興味の的となっている。これは、平野がどれだけ多くの人々に影響を与えているかを物語っている。しかし、このような状況において、彼のプライベートが尊重されるべきか、 という問題が浮き彫りになる。芸能人としての公的な顔と、個人としての私生活はどこまで明確に分けられるべきなのか。その線引きが曖昧な場合、ファンやメディアからの過剰な注目が、タレント本人にとってストレスとなる可能性は高い。また、平野が所属していたキング・プリンス時代から、彼はその家族思いな一面がたびたび話題に上がっていた。彼が実家に頻繁に帰省することや、 弟や妹と過ごす姿が目撃されたりすることは、ファンにとっても微笑ましいエピソードであり、彼の人柄を垣間見ることができる。彼が家族との時間を大切にしているという事実は、彼の誠実さをさらに強調するものだ。しかし、その一方で、彼の帰省がファンによって追跡されたり、実家周辺に待機するファンがいるという報道もある。これらの行動が、 どれだけ彼や彼の家族にとって負担となっているかを考えると、ファンの行動が彼のプライベートを侵害する危険性も感じられる。芸能人が公の場で注目を集めるのは当然だが、彼らもまた一個人であり、プライベートな時間を尊重されるべきだという意見は多い。特に平野のような人気者であれば、その注目度はさらに高まり、プライバシーの問題が浮き彫りになる。だが、平野自身は、 これまでのところ大きなスキャンダルが一切報じられていない。これに対し、ファンは安心感を抱く一方で、彼がどのように自己管理を行っているのか、興味を持つようになっている。彼のプロ意識の高さ、そして女性関係に対する慎重な姿勢は、戸部に所属しているタレントたちの中でも特に際立っているように思える。戸部の社長である滝沢秀明氏は、タレントに対して非常に厳しい規則を課していると言われている。 特に女性関係に関しては、スキャンダルが致命的になりかねないため、タレントたちは常に自己管理を求められている。これは平野に限らず、若手タレント全般に当てはまる問題だが、特に平野のように注目度の高いタレントにとっては、その重圧は計り知れないものだろう。滝沢氏の厳格な方針に従い、平野もまたプライベートでの行動に気を配っていることは想像に難くない。ファンの多くは、 彼がスキャンダルに巻き込まれることなく、健全なイメージを維持していることを喜んでいるが、一方でその背後にあるプレッシャーを考えると、平野自身がどれほどの努力を重ねているかがうかがえる。さらに、最近のエピソードとして、平野が友人の結婚式に出席するために名古屋に帰省した際、暴走ファンが彼の実家周辺で待機していたという話がある。これに対して、ファンの間でも賛否が分かれており、 彼のプライベートを尊重するべきだという声も多く上がっている。人気が高まるにつれて、タレントのプライベートが侵されるリスクも高まる。平野が今後もこのような状況に対処し続けることができるのか、その行動に注目が集まる。一方で、ファンとしての責任も問われるべきだろう。彼らは平野のプライベートな時間を尊重し、彼が安心して過ごせる環境を提供することが大切だ。特に 日本の芸能界では、タレントがプライベートな問題でつまずくことがキャリアに致命的な影響を与えることが多い。そのため、ファンがどれだけタレントをサポートできるかが、彼らの成功に直結する部分もあるだろう。また、平野の周囲には、彼のスキャンダルを狙う記者たちが常に張り込んでいると言われている。これに対しても、彼のファンたちは彼が今後もスキャンダルに巻き込まれず、クリーンなイメージを保つことを願っている。 だが、その一方で、彼がこのままプロ意識を保ち続けることができるのか、という不安も少かなからず存在する。芸能界は非常に競争が激しく、タレントが長期間にわたってトップに居続けることは容易ではない。特に、平野のように多くの期待をうタレントにとって、そのプレッシャーは非常に大きいだろう。彼のファンは、彼が一切のスキャンダルなしにここまで来たことを誇りに思っている。しかし、 その背後には彼自身の努力と、飛べの厳しい規律が存在していることを忘れてはならない。ファンが彼を応援することで、その努力を支えることができるが、同時にファン自身も彼のプライバシーを尊重し、過度な追跡や干渉を避けることが求められる。最後に、平野が今後どのようなキャリアを歩むのか、ファンたちの期待は非常に大きい。彼の将来についての話題も絶えず、彼がいつか結婚し、 家族を持つことを望む声も多い。だが、それが実現するのは、彼自身が納得できるタイミングであり、ファンもその時を静かに待つべきだろう。平野がこれまで築いてきたキャリアと彼の誠実な人柄は、多くの人々に感動を与え続けている。そして、これからも彼がファンとの信頼関係を維持しつつ、さらに成長していく姿を見守っていくことが、ファンにとっての最大の喜びとなるはずだ。 平野翔は、その魅力とプロ意識で、今後も多くの人々に愛され続けるだろう。しかし、彼がその成功を続けるためには、ファンやメディアが彼のプライバシーを尊重し、彼が安心して活動できる環境を提供することが不可欠である。ファンとして、彼の成功を願うだけでなく、その背後にある努力や苦労にも目を向け、彼を支え続けることが大切だろう。平野翔のキャリアは、 華やかな表舞台の裏で、数々の挑戦と葛藤を乗り越えてきた過程でもある。彼が芸能界で成功を収めるまでには、数え切れないほどの努力や自己犠牲があったことは容易に想像できる。特に、アイドルとしての活動は、厳しいトレーニングやスケジュールの管理が求められ、時には私生活を犠牲にすることもある。彼が所属していたキングプリンスは、日本だけでなく海外でも人気を集めるほどの存在となり、 平野自身もグローバルな注目を浴びる機会が増えていた。このような環境で自分を見失わずに、誠実さを保ちながら前に進むことがどれほど難しいかは想像に難くない。平野が示すプロ意識は、単に仕事に対する姿勢にとどまらず、彼の人間性そのものにも反映されている。彼は、仕事とプライベートのバランスを取ることに非常に慎重であり、そのためにどれだけの自己制御が必要かは察するにあまりある。 芸能界では、ちょっとした気の緩みが大きなスキャンダルへと発展し、キャリアに深刻な影響を及ぼすことがある。そのため、彼のように常に公の場で見られている人物にとって、プライベートの時間をどのように確保し、安心して過ごすかは大きな課題だ。近年、芸能界ではタレントのメンタルヘルスに対する関心が高まっており、特にアイドルたちが抱えるプレッシャーについての議論が活発化している。 平野も例外ではなく、多忙なスケジュールやファンからの絶え間ない注目の中で、心身のバランスを保つことは非常に困難だろう。しかし、彼はこれまでそのプレッシャーに屈することなく、着実にキャリアを築いてきた。その裏には、彼の強い意志や周囲のサポートがあったことは言うまでもない。戸辺の滝沢秀明社長も、タレントの健康管理には非常に気を配っており、特に平野のような重要なタレントが無理をしないように、 なな配慮がなされているだろうファンにとって、平野の成功はもちろん喜ばしいことだが、それ以上に彼が幸せであることが重要だと感じているファンも多い。彼の活動を応援しながらも、彼が適切な休息を取り、リフレッシュできる時間を持てるようにと願う声は増えている。ファンとタレントの関係は、ただ一方的な支持ではなく、相互の尊重と理解が必要だ。ファンが適切な距離感を保ちつつも、 彼の成長を見守り続けることで、平野もまた安心して活動に専念できるだろう。また、平野はその多彩な面でも注目されている。アイドルとしての活動だけでなく、俳優としてもその才能を発揮しており、彼が出演するドラマや映画は常に話題となる。彼の演技力は、単なるアイドルの枠を超えたものとして評価されており、これからの日本のエンターテインメント界において、重要な存在となることは間違いない。 彼が演技に対して持つ情熱と、それを追求する姿勢は、ファンのみならず業界関係者からも高く評価されている。これからも彼が新たな挑戦を続け、さらなる成長を遂げる姿を見ることが、ファンにとっての楽しみの一つであることは言うまでもない。